も MA です。サブちゃんです。ビオリへようこそ。ようこそ。ようこそ。おいでくださいまし。はい。今日はですね、私が、あのね、なんだろう、一目惚れして買ったパズルを組み立てたいと思います。その前に乾杯をしましょう、まず。今日の飲み物は、最近ハマってる日東紅茶です。なんだろうね、これ日東紅茶またかいと思ったかもしれない。最近ちょっと日東紅茶の出番が多いかもしれんね。まあいいや、乾杯。チーン。なんかさ、コスパよくってさ、日東紅茶。てか私もともと実は紅茶好きなんですよ。まああえて言ってなかったかもしれないけど、紅茶結構好きで、なんかいちごジャムとか入れて飲むのもすごく昔好きだったような感じなのね。うん、最近やってないな。いちごジャム紅茶のちょっと飲みたくなってきたな。ちょっといちごジャム今度買おう。紅茶はさ、どんな飲み方が一番人気なんだろう。やっぱりストレートなのかな、紅茶って。コーヒーはブラックやん、ね、ストレートっていうのかな、なんかわかんない。とにかく何も入れてない紅茶なのか、あとはなんだ、砂糖を入れるパターンなのか、あとはミルクティーにするパターンなのか、そしてあれやね、今言ったいちごジャムのパターン。いちごジャムってどうなの。私結構さ、昔やってたんだけど、これってあんまりあれなのかな、有名っていうかメジャーな飲み方じゃないのかな。聞いたことあります、いちごジャムのルーム入れて飲む飲み方。今なんかすげえすげえごぼごぼしちゃった。いや、紅茶にいちごジャムをこう溶かして飲むやり方。でも美味しそうだね。聞いたことないけど、あ、やっぱないんだ。うん、美味しそうだね。でも、うん、美味しいのよ。おすすめです、うん、意外とやったことある人いるかもしれないけど、これ見てる人で。今日のおやつはですね、たい焼きになります。実はさっき甘いもの食べたんだけど、まだまだ私はお腹ペコペコなので、おい甘いものしたいと思います。何味のたい焼きかどうか当ててください。ヒントはコンビニで買ったたい焼きになります。たい焼きの種類ってさ、うん、結構限られた。コンビニのたい焼きでしょ。そうだよ、だからそれが大ヒントで、コンビニのたい焼きっていうところが、これはみんな分かっちゃったんじゃねえのか。分かっちゃったかな、どうかしら。今みんな多分いろいろ思い浮かべてると思うね、多分。でもって多分1個思い浮かべてて、でどこのコンビニかなみたいな考えてると思うわ。よし、じゃあ期待を裏切りにいきたいと思います。ででこれはみんな当たんなかったでしょう。チョコクリームたい焼き、このもちもちしてるタイプのやつ、美味しそうだねそれ。あれはうまいと思うのよ。なんかコンビニのこのもちもちたい焼き系のやつって、もういろんなコンビニであるじゃないですか。で、きっとマニアな人はそのたい焼きでどれが一番、どこのコンビニのやつが好みなのかっていうのを、もしかしたらもう探してる人もいるかもしれないんだけれども、それのチョコレートっていうの私初めて見たのよ。うまい。うまそうだもんな。あ、これは本当におすすめできる。美味しいね。超えたんじゃない、普通のなんかもっちりとした白いたい焼きとかを超えたんじゃないか、これは。じゃあやっていきましょう。今回ね、あのね、やりたいものはね、ちょっとお値段が書いてるんだけれども、お値段はお値段はこれは取った方がいいのかしら。じゃあお値段は一応取りましょうか。まあ一応ね取るけど、まあ口頭で言うとなんか定価よりも 30% オフになって600円しないくらいでした。アミアミさんで買ってきたの。そうなんです、そうなんです、アミアミさんで。今日も私はアミアミさんで定期的にフィギュアを見に行ったりだったりとか、まあ目的がないのによく行くことはあるんですね、アミアミさんは。で、今日ついに買っちゃいました。あのね、ちょっとここで初めて言うかもしれないんだけれども、初めてかな、私実はね、スタジオジブリが結構大好きなんですよ。これはちょっとあんまり言ってないんじゃないかな。どっかの動画では言ってたと思うけど、言ったかもね、もののけ姫好きだよとか、うん、なんか言ったかもしれないんだけど、結構好きなんですよジブリが。ちなみにアニメに入ったきっかけはジブリです、そもそも。うん、で今回やっていくのはこちらのジグソーパズルで、あのね、ピース数は126ピース。ジジのやつだよね、うん、これね。ジジね、魔女の宅急便ですね。だからステンドグラス風でめちゃくちゃ可愛い。しかもね、これちょっとみんな驚くかもしれない、知らない人は。これね、なんとね、ここ見て、透明ピースのジグソーパズルなの。透明なのよ、だからステンドグラスっぽいじゃんデザインも。これで、あの、例えば天気のいい日とかに窓の前にこれを置くとちょっと光っちゃうみたいな感じなのね。光っちゃう、光っちゃう。なんて分かるでしょ、言いたいことって感じなのよ。だからおしゃれやなと思って、これはちょっとハマるよって、これも買いました。
フレームね、専用フレームだから多分クリスタルジグソーパズル用のフレームだから多分後ろが多分透けるようになってるんだよねきっとね。そして今回、うん、アミアミさんでこれ買ったでしょ、なんでちょっとこの動画をハックさせていただきます。でで、ちょっと何ですかこれ、どう、やっつい買っちゃったんだよ。てかあれだね、なんかマサさんが自分でなんかこういうの買うって珍しくないですか。確かにね、普段あんまり買わないんだけど。でもそっか、ゴールドジムね。なるほど、ちょっとお値段剥がします、ね、なるほどね、もう見せちゃったやん、お値段剥がしてること。確かにもう遅いかもしれんが、もう遅いです、遅いです。え、知ってるかなみんな、ゴールドジム。いや知ってるでしょさすがに、ゴールドジム知ってるかな。てかやばい、ここやばい、もうここの文字がやばいやばい、もうででん激アツすぎる。ちょっとこれをね開封したくってですね、この動画をハックさせていただきました。いやまあ正直私も興味はあるかもしれん、うん、だってこれって言っちゃったらミニチュアでしょ。そうだね、ミニチュアだね。そうですよね、私ミニチュア好きだから。てかマサさんってあれだもんね、知る人だと知る、うん、筋トレがね実はね趣味なんだもんね。そうだね、筋トレ好きだね。で狙いがあるんですよちゃんと。このシンボル、うん、トロフィーがちょっと欲しくてですね。 え、これが欲しいんだ。そう、これが欲しいえ、これとかじゃないんだ、この5番のやつ。いや、これパワーラックは、これは違う、これはだって別にゴールドジムじゃないからじゃあこれ、これ、ここだよ、これ、これ分かる、はい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 、ここのシンボルがこれなんですよ、ね、で、第2で狙いたいのがこのベルト。大丈夫かなこれ、温度差が大丈夫かな、画面の向こう側の方たち大丈夫かしらダメかな、すいませんね、もしなんか興味ない人いたら。うん、でちょっとねしかももう開けてるし、そう、いやもうなんかおい、ジグソーパズルに割り込んでなんかもうあっという間に開けようとしてるのにこれは出したい、はい、分かったよ。なんでシンボルなんだ、もういいけど。いやこれは熱いんですよ。じゃあどうぞ。これはパワーラックや。いやこれは私的には、あ、これはベンチだ、ベンチだ、ベンチ、あ、なんだ、パワーラックかと思った。これだ、これこれこれだ。へえ、でも待って、うわ、マジか。何、チョックなの。いやだって俺このシンボルが欲しいんだよもしくはこの2つどっちかね、これね、どっちか、シンボルが欲しいんだね。ちょっとウケるな、組み立てよ。じゃあまあ残念でしたね組み立てよ、ちょっとハックしたわまあじゃあちょっと組み立ててくださいよ。僕はこれ組み立ててきますわ。あ、なるほどね、あ、なるほど、私これ手伝ってもらおうと思ってたのに。いや終わったら手伝うよじゃあちょっと私もやるか。気になった人は行ってみてね、ゴールドジム。ちょっと待って、今ってびっくりする、多分さ温度差がすごすぎて。だってね、私が今見せてたやつってスタジオジブリなのよ。しかもその中でも魔女の宅急便っていう、まあ、なんともこのほんわかしたね素敵な海辺の街のね作品なのわけですよ。そしたらなんかこんな真っ黄色のさゴールドジムのやついやこれ見た瞬間にこれ買いだなと思ったんだよ。まあまあ気持ちわかりますね、やっぱ筋肉とか筋トレ好きな人から占めればそれはもうね、うん、ちょっと会費が高くてさなかなか入会はできないけれども。あ、じゃあ憧れのやつなの。そういうことですよこのトロフィーのね、シンボルトロフィーが欲しかったんですよ。それ一応フィギュアだよね、しかも。確かに一応そういうことだ、ね、確かに一応フィギュアだねちょっとこちらになります。ちょっとジムのことは一旦忘れてくださいこれです。じゃんじゃじゃん。確かにクリアだな。ちょっと私前回のあの呪術廻戦のジグソーパズルでもう学んでて、喋りながらパズルをパチパチ組むの難しかったです。なのでちょっと私集中して今回やりますね。今ねこんな感じで出したんだけど、これ結構大変な気がする。いやあのね、マジ結構大変な気がする。これさなんかさあの柄がさちょっと難しくない？これ、似てるとこ多くて、うわちょっと不安になってきたな。ちょっと頑張りますね。これ何分で終わるのかな、ちょっと測っとこうかな。え、見てこれ、見てみんな、やったー、ラッキーピースくっついてる。じゃあ集中して作っちゃいますか。集中します。じゃあ完成しました。かかった時間は55分だ。約1時間だ。てか2人でやって約1時間、うん、ちょっとこれをこちらの
フレームに入れます。これはね、もうこのなんていうのかな、このジブリのパズルの、これは100均で買ったとかではなく、ちゃんと専用で売ってました。うん、そうだったよね。うん、なんか専用とは書いてないけど、なんか、そうなの？うん、一応ね。ただまあこのサイズに合ってるやつだよみたいな。そうです。なので、しかもね、これね結構ねパチパチ組み立つから、見て、何もしてないのにほら持てるのよ。結構慎重にすれば、ほらこうやって透明なのよ。うわー、ちょっとこれさ、ジブリの展示コーナーをゆくゆく作りたいなって思ってる。今長期戦になると思いますけど。わー、すごい。なるほど、すごい簡易的だね。いくよ。じゃーん、おしゃれじゃない？これわかるかな、私のほら指が透けてるでしょ。これをだから、あのね、ライトを後ろに置いたらこれが浮かび上がるんだよ、きっと。浮かび上がるっていうか、ステンドグラスのようになるんだ。おしゃれだね、これ。え、マジでおしゃれだと思う、これ。え、おしゃれ。ちょっとさ、わかりにくいかな、伝わるか。おしゃれじゃない、マジで。てか、ジグソーパズルありだね。ジグソーだっけ、ジグソーだっけ、ジグソーじゃん、ジグソーだっけ。なんかパズル沼にハマる人の気持ちがちょっとわかったわ。あのね、意外と注目して見てみたら、秋葉のヨドバシさんのとこにもそうだし、パズルめちゃくちゃ売ってんのね、アニメの、ね、めちゃくちゃ売ってる。なんか意外とね、見過ごしてた。存在は知ってたんだけどさ、いや、パズルありだなって。この前の呪術のあのパズルガムがちょっと気づかせてくれましたね、マジで。いやー、ちょっとジブリもいいんだよ、やっぱり。うん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 、これはありだね。みんなどう？みんなもジブリ大好き？なんか好きなジブリ作品なんですか？なんかあったらコメントとかで教えてほしいですけど。うんうんうん、私ジブリ結構好きなので、これはね、またやります。しかもね、実はこれ以外にも買ってるやつがもうすでにあるので、そちらの方も私は今後組み立てるので、それも動画にしたいと思います。とりあえず今日はまず第1弾だね、ジブリのはこちらでした。魔女の宅急便のジジです。はーい、みんなコメントでジブリ何が好きか教えてください。私はもののけ姫とかラピュタとかトトロとか結構いっぱい好きかも。ハウルとか魔女の宅急便とか、そういうことよ、そういうことよ。マジでだから、マジで悩んだの今回。だとりあえずこれ買ったんだけど、悩んだ末に他にも正直諦めたものがいっぱいあって、でかいから諦めたりとかしたものもあったので、ちょっとね、今後また一緒にね共有していくので楽しみましょうよ。長期戦です、私の中でジブリは。はい、ってな感じで今日の動画はジブリアニメでしたね。うん、またいろいろやっていくので、ぜひぜひまだチャンネル登録してない人はね、ポチッとしていただいて一緒に楽しみましょう、二次元ライフを。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、さようなら。